タチアナ・マリニナは、ウズベキスタン出身の女性元フィギュアスケート選手。ロシアのノボシビルスク生まれ。身長160センチメートル。夫も元フィギュアスケート選手のロマン・スコルニアコフ。スコルニアコフは、マリニナのコーチでもあった。現在は、アメリカのバージニア州、デールシティ在住で、夫婦でフィギュアスケートのコーチをしている。 息子は2020年世界ジュニアフィギュアスケート選手権、アメリカ代表選手、イリア・マリニン。1992から1993年シーズンから、ウズベキスタンのエースとなり、引退する2001から2002シーズンまで、ウズベキスタン選手権をすべて優勝している。過去に、オリンピックには2回、世界選手権へは9回出場。 初のオリンピック出場となった1997から1998シーズンの長野五輪では8位入賞と検討する。選手としてのピークは1998から1999シーズンで GPNHK 杯 ISU グランプリファイナル4大陸選手権で優勝しているほか、スケートアメリカで5位、1999年世界選手権は同大会で、 自己最高位の4位入賞を果たした。引退シーズンとなった2001から2002シーズンは、再び NHK 杯を制して、ソルトレークシティ五輪に臨んだ。ショートプログラムでは安定した滑りをしたものの、その直後に風の悪化により、フリースケーティングを危険する。またその後、長野で行われた2002年世界選手権では、フリープログラムでのジャンプが、 終盤の2アクセル以外は全て失敗するなどし、総合順位は15位に終わる。それでもフリー演技終了後、長野の観客からの温かな拍手喝采際に彼女は涙しながらも深々と頭を下げていた。この世界選手権を最後に現役を引退。 2001から2002シーズン、2000から2001シーズン、1999から2000シーズン、1998から1999シーズン、1997から1998シーズン、ハット ISU バイオクラフィー・リア・マロニン2001、2002ISU グランプリファイナルは、フリー演技を2度行った。順位決定方法については2000、2001、 ISU グランプリファイナルを参照のこと。2020-2021ISU グランプリシリーズは非公認大会。新型コロナウイルスの影響で変則開催のため ISU の公認記録に反映されない。また世界ランキングのポイントも付与されない各大会の出場者を地元選手や開催国に拠点を置く選手らに制限しており公平性を保つため。 国際スケート連盟2020年10月26日、フィギュア、今季 GP は、特典非公認変則開催で、日本経済新聞、https コロンスラッシュスラッシュワールドトニッケドットコムスラッシュアーティクルスラッシュ tgxlssxk20048x21c20a000000s 00イコール62021年9月6日閲覧、 ありがとうございます。